これは、貴重な中学生時代に狩猟の場に身を投じた男の話。母親の信仰するお寺へ出家することになった一致の戦いの一部始終だ。親が子に与える影響や狩猟や鍛錬のための理不尽な仕打ちについて考えさせられるものなので、ぜひ最後まで見てほしい。すべての始まりは6歳の時だった。ひっそりと書いていくわ。両親が5歳ぐらいの時離婚。俺はまだ保育所時代だから名字が変わったぐらいの意識だった。小学校に上がり女子のパンツを追いかけながら学校に行ってた。その頃に母が職場の人間に勧誘され入信。これがいけなかった。ズルズルとハマっていった母は俺のお年玉まで寺に入れるようになった。家でも変な仏壇に毎日1時間以上拝む始末。もちろん俺も姉も隣に座らされた。寺にも週何回も行った。子供の俺には正座が辛かったのを記憶している。母のハマり度はどんどん上がっていき俺の親友宅まで行って勧誘するようになった。幸い学校ではいじめられはしなかったが家に友人を誘いづらくなった。そんなこんなで5年生。俺は母に将来の夢を語った。母の影響で9歳からギターを習っていたので子供ながらにミュージシャンになりたいと言ったんだ。今思えばまさに夢なんだけど当時は真剣に考えていた。どっか心の隅で応援して欲しかったのかもしれない。しかし母の言葉は期待を裏切った。あんたは出家するの。ミュージシャンとかバカじゃないん。泣いた。強い信仰心により、子供の気持ちをないがしろにした一致の母。信頼する親から自分の意見や夢をくじかれると、自分の意見を押し、すようになってしまう。泣いたと同時に母へ対する恐怖が生まれた。俺を僧侶にする、と寺の人や姉に言う時の顔、あれは二度と忘れない。狂心的な笑顔ってまさにあの顔のことなんだと思う。反論はした。俺も姉やみんなと一緒に地元の中学へ行きたかったんだ。いや行くものだと思っていた。その度に母は発狂し、泣いて、あの笑顔。母が泣くのを見るのはきついし、もう半分諦めた。俺は僧侶になるんだ。夜中に布団の中で泣いた。本山が静岡にあってそこでテストを受ける、そうだ。母が入信してから何度もそこに連れて行かれてたが、その時は新幹線に乗れるのが嬉しかった。今回は違う。もう二度とあの布団で寝ることはないし親友と会うこともない。あの駄菓子屋にも行けないし、初恋の人も。みんな俺を忘れるのか。定期に行くまで考えてた。涙は出なかったんだ。その時だった。駅に父さんがいた。父さんがいたんだ。離婚してから年に何度か会っていたがこれが最後だと思うとぐっと泣きたくなった。父さんと母が何か揉めてる間俺は自分の靴を見つめてた。新幹線が来て、ドアが開く。一歩遅れて乗った俺はドアが閉まるまで父さんと手を握ってた。大きくて、あったかい父さんの手だった。こっそりくれた父さんの名刺は母に見せずカバンの中にしまった。母とはあまり話をしなかった。できれば顔も見たくない。何度か乗り換えて、ついに静岡に来てしまった。タクシーでどんどん山奥に入ってく。そして寺に着いた。寺がくっそでかいから敷地内、というか山一帯に小寺がたくさんあってそん中の一つで朝を待つ。後の同期となる奴らも一緒に泊まった。朝、なんかビルっぽい建物で5教科と知能テストやった。昼から面接もした。部屋に入ると坊さん7人ぐらいがエヴァのジェイレバリに座ってた。俺真ん中の椅子で母がそのちょっと後ろな。小学校楽しかったこと、頑張ったこと、よく読む本、趣味。いろいろ聞かれたが最後の質問がきつかった。俺くん、本当に僧侶になりたい？心臓がぐってなった。その質問の時の坊さんの目が怖かったのは覚えてる。はい。本当に？はい。なんで2回聞いてきたのかわからんが、手のひらに汗が溜まって大変だった。なりたくないって言ったら変わってたかもね。言えない。あの状況絶対に言えない。自分の母ちゃんだと思って想像してくれ。12歳の頃、母ちゃん泣かせたいか？いいえと言おうと思ったが声になったのははいだった。母の安堵のため息が聞こえた気がした。そうして面接が終わり時は立ち俺は出家した。母の意思で。こんな人生もあるんだな。どんな状態でもお母さんはお母さんである。12歳の幼い一致は、自分の意見を強く言うことはできなかったようだ。非仏教のクソカルト日蓮召集に青春を奪われたなんて一致ちゃんかわいそう。もっと汚い話になるから安心してくれ。ビルっぽい部屋の中同期と初めて真剣に顔合わせした。俺含めて16人。聞けば半分が一般家庭で半分が寺の子だった。一般家庭のやつ、俺と同じ顔してたな。そしてついに丸坊主にする時が来た。学費とか高いの？後で書くが地元の中学や食費、すべての金は寺が払う。
つまり母は完全にフリー状態。ジョリリッと坊主になって笑えた。少し寒かったな。で部屋に戻って同期を待つんだがみんな坊主で帰ってくるから、その度になぜか拍手して笑い合った。あと書き忘れたが同期18人だった。高卒の人2人いたわそういえば。そうしてると1人の坊さんが部屋に来た。俺らの担当係、つまり担任みたいなもんだった。名前は H さんで、背が高くてかっこよかった。冗談抜きでトランスポーターのあの人にそっくりだった。映画見た時笑うぐらい似てた。でその人が円になって座って手を繋いで、という。何事か、と俺らは座って18人が手を握り合う。H さんも円に加わり19人となった。この先何があっても、俺たちは同期で、家族で、仲間だから。一人も欠けず、助け合って頑張ろうな。みたいなことを言った。冷静に聞けば臭いが現状を考えると12歳ながら心に響いた。後でわかるがこの人は担任役の坊さんでもダントツ1位でいい坊さんだった。そしてついに中学生寮に入ったんだ。ここからが地獄の修行時代の話。お坊さんって儲かる？悪いけど。いろいろ大変だけどでかい寺、でかい宗教の坊さんなら儲かる。何よりも半分ニートみたいなもんだしいい仕事だよ。お寺は、法事や葬儀のお布施や寄付により成り立っています。いわゆるお気持ちというもので値段に決まりはないが、一回のお葬式の相場は30万円ほどと言われている。地域性やお寺の規模によってかなり違うようだ。この字型の中学生寮には中1から中3までが住んでる。俺が入った時は北棟が中3とさっき書いた高卒坊さんで、俺らは南棟の2階に入った。ちなみに3階が中2の連中の部屋。10部屋ぐらいあって2人1組で同部屋、8部屋に収まった。で同部屋のやつ、ガチムチだった。身長は変わんないけど腕とか足とか脅威と俺の2倍くらいあった。何にもしなくても筋肉つく生命体だったが、話すといいやつだった。寺支給の下着や部屋着、電気スタンドやコップに名前を書く。省略したが出家すると下の名前が変わるんだ。だから俺は本名ではなく新しい名前を書いた。新しい名前ってどんな感じの名前なんだ？二文字で俺らはみんな頭にアキラがついてもう一文字は本名から取る。俺の場合いろいろ特殊な本名だから関係ない文字が下についた。その名前は別名道豪ってやつでこの先ずっと寺ん中、大人になると正式な名前に変わるものなんだ。で数ある本堂の一つで儀式があって俺は白衣を着た。白衣っつっても着物の真っ白版な。そして夜が来る。特殊ってなんだよ。ドキュンネーム？ドキュンではないと思うが宗教的にタブーな名前なんだ。特定が怖いがどうしても、というなら書くけど。まあ特に何もないカエルがうるさい夜だった。同期と夜中語り合った。小学校の修学旅行、これを想像してくれ。で朝、いつかは忘れたが朝早くに一列に並んで寮を出発。1分ほど建物の中を歩いて例の儀式があった本堂に着く。いわゆる勤行をこれから6年間朝夕ここですることになる。40分ほどで終わって飯食って H さんに寺ん中案内されて寮に帰る。この字の縦の部分のでかい廊下でドッジボールをした。正直楽な生活だなぁと思って寝た。そうして3日が過ぎた。先輩が動き出す。通称お客様期間。出家して3日間は先輩も何もしない、怒らない期間。逆に言えば3日後は知らないよって期間。朝4時30分に叩き起こされ勤行前の本堂の準備、勤行後の食事の準備、その他もろもろを中に先輩とする。でもな、怒り方、殴り方がひどいんだ。昨日までの先輩はどこにもいなかった。挨拶返事は響き渡るぐらい腹から出して会釈は45度。大人には90度。手は指先まで伸ばして足は揃えて首は曲げず腰を曲げる。もちろん完全な敬語で犯行は絶対に許されない。絶対に。これが最低限の基本。ちょっと背中を曲げて挨拶なんかしたら吹っ飛ばされる。これを中学入学まで徹底的に叩き込まれた。先輩怖そう。その辺の自称ヤンキー君なんか相手にならないぐらい怖かった。寺って厳しいんだな。どこも厳しいって思うようにしてる。何？仏教って暴力はありなの？暴力違う、可愛がり。可愛がりは、特に相撲界を中心に根付くいわゆる愛の鞭だ。指導や教育訓練などの名目で暴力やいじめ、パワハラがよく問題視されている。飯なんてろくに食えなかった。学生先輩が高3までと大人とで食堂で一緒に食べるんだ。できるだけ早く食べないと後で人気のない階段下とかに連れてかれる。飯も肉なんてほとんどなかった。白菜が多かった気がする。ひどい時は何人か分足りないんだ。先輩が取るから。でも言えない。大人には言えない。何作ってんだよゴルアってなるし、そんな気力もなかった。
肉がないのは当たり前じゃね。宗教によって違うが俺んとこは OK だった。風呂も大浴場で中学生まとまって入るんだ。でもな、中学生だけってことは中3が王なんだ。神なんだ。俺ら中1は隅で速攻で頭と体洗って浴槽の隅に並んで入る。もちろん三角座りでじっとしてた。中3と気に入られてる中2先輩は真ん中で泳いでた。で、出るのが遅いとフルボッコ。一人でも怖いのに4、5人来た時は、ぬかと思った。イメージだけど相撲と芸能を一緒にした感じだと思う。警察も PTA も届かない世界だから演出なものだった。逃げようとしなかったの？静岡で地理がわからず、手よりそんなこと考えれなかった。でもまあ逃げた話もあるから楽しみにしてくれ。夜は本当に泣いた。超ホームシックで、でも親はもう他人で次会う時は敬語で話さなきゃダメだし、もう帰れないし父さんにも。って思いながら泣くんだが、朝5時前起床だから早く寝ないと起きれない。だから目を閉じて黙って寝ようとした。一日中吐いてるやつもいた。何人かはガリッガリになった。ガチムチが泣いてるのに気づいた時は驚いた。それから1ヶ月間、寮では夜にひっそりと泣き声が聞こえてた。そして入学日、学ランを着た。先輩の先導で寺を出発。徒歩片道30分の通学路だった。後の話だがこの道は2年後に辛くて、嬉しくて、ドキドキする通学路となる。学校は地元の中学校。地元の子を含めて180人ぐらいの学校だったと思う。まあ入学式とかは省略して教室で。どうしよう隣の子が可愛かった。聞けばその子は広島出身というではないか。しかも同じ市内だった。性格は天然。よく作った天然とか言うが、あれは本物だった。クラスの偽天然がいたかったから間違ってないと思う。笑顔が可愛くて、刃があった。そして下校。4時半から夕方の巡業があるんだが、それまでに食事の準備とか色々しなくちゃいけなくて、本気で走って帰った。背負うタイプのカバンでしかも置き弁すると先生まじ切れだから、すっごい重いカバン背負って走った。その姿を指さしながら笑う中3の先輩。許せなかった。こんなの俺の知ってるお坊さんじゃない。俺も知らなかった。ガチムチが一番についてた。俺もなんとかついて息を整える暇もなく白衣を着る。白旅は廊下を走る際こけやすいので懐に入れて走った。いろいろ準備して巡業が終わり飯食って寮に帰って部屋着で風呂に向かう。すぐに出て寮に戻る。そして牛虎の日が来た。これが大変だったんだ。牛虎。巡業の夜中版で宗教でトップの人と2時から4時までお経を唱えるんだ。成長期で夜中の2時前起床は地獄だった。提灯持つ手が震えてた。どう考えても眠いし起きれないし。で当然お経中に寝てしまうんだが終わってトップが帰り際に注意してくれるんだ。それで終わればいいのに先輩は終わんない。帰り際にちょっとお前来いって言われて真っ暗な場所で可愛がりされた。だいたい30分ぐらい。長い時もあるけど、そんな生活を続けてたら俺も体重が5キロぐらい落ちた。学校では地元のやつが高田組がどうとか駅前がどうとかモンハンがどうとかアルファゲルのシャーペン買ったったとかそんなの関係ねえとか男女がどうとか言ってった。俺らは小遣いも自由に使えないし駅なんてもってのほかだった。外に出られないんだから。ゲームもパソコンも携帯も漫画も何にもなかった。最初の頃はエアコンもなかった。そうしてたら家庭教師が寺に来た。寮の勉強場みたいなとこで数学と英語教えてくれるらしい。みんな少しでも寝たいのにしぶしぶ言ってた。たまに先生がおやつ持ってきてくれるんだ。なんかさつまいもを潰して固めたようなだった。もののけ姫が明日かに食わせてた感じのイメージでいい。うまかった。そうして夏休みが来る。これは楽しい思い出になった。夏休みな、海に行けるんだ。数少ない外に出られるチャンスだった。2学年一緒にバスで行くんだがこの時は先輩も少し優しかった。バスで映画見ながら海に向かってると思ったら嬉しかった。そして着いたら海の目の前の旅館に入る。ほとんど貸し切り状態だった。まさに修学旅行状態だからみんな興奮してて、障子を何枚かぶち抜いてめっちゃ怒られた。だからおとなしく海入って遊んだ。この時は先輩も一緒に遊んでくれたけど俺らはみんな笑顔が引きつってた。でな、夜は自由行動なんだ。今まで貯めた小遣いも使用許可が出た。結構あったから仲いいやつと一緒にブラブラした。カラオケも行った。本屋行って久しぶりに漫画読んだ。でもみんな坊主でジャージかスウェットでサンダルってよく考えたら黒歴史ばりにすごいと思う。しかしあまり金を使えなかった。なぜならバスで先輩に聞いたから。花火戦争の存在を。中学の時の流行りを見る限り一致はまだ結構若いんだな。それ思った。20歳以外な気がする。
現在高3の年代になります。花火戦争。夜中に浜辺で行われる可愛がり、ロケット花火と打ち上げ花火が重要な武器になる。防具禁止。ライター持参。文字通り二手に分かれて合図で花火を打ちまくるんだ。この時は先輩に当たろうが先輩が倒れようが関係ない。手抜きは禁止でとにかく打ちまくる。打ち上げ花火は横にして手に持って打つ。ロケット花火は軍手長袖で持って打つ。本数自由。あとは爆竹で流れを変えたり、ロケットを相手の背後の地面に差し点火したり、人質を取ったりなんでも OK だった。先輩がみんなものすごいでかい花火持ってた。砲打ち上げがかすめた時は危険を感じた。花火戦争か。学生の時に8人でロケット花火1000発くらい買って戦争ごっこしたな。またあの生活が始まる。ちなみに宿題は海までに終わらせないといけないとのことだったのでみんな終わってたが、別の問題が。夏休みは毎日1時間、長くて2時間お経を唱えるんだ。これは最初本当にきつかった。慣れると足が全く痺れないんだが最初は立てなかった。今では1日中正座でも大丈夫。むしろ油がきつい。暑いのにエアコンもないので扇風機で我慢した。先輩もイライラしてるのか機嫌が悪かった。暑いのに呼び出され大声で気をつけの姿勢で返事しながら殴られてるとこっちまでイライラしてきた。が、顔に出さない術を知ってるのでバレなかった。そして始業式。体育館で蒸された後は授業して帰った。例の可愛い子は髪を切ってて天パがくるくるして可愛かった。秋のことはもうあんまり覚えてない。夏休みの記憶がでかいんだ、本当に。そして冬が来る。静岡のしかも田舎の冬は寒すぎた。雑巾を絞る手が感覚なかった。牛トラなんて寝起きだし、まだ中1だから白衣しか着れないんだ。だから、とにかく、寒かった。朝に敷地内のいろんな場所を掃除するんだが、温度計見たらマイナス4度だった。スウェット1枚で裸足で行ったから掃除どころじゃなかった。確かそんぐらい時だった。すごく仲良かった同期の一人でいと大喧嘩して、口を聞かなくなった。殴り合いの喧嘩の方がまだ良かった。言葉で喧嘩ってしない方がいいぞ。仲直りが難しい。どうせ喧嘩するんなら本気で殴って殴られろ。少ない人生でなんか悟った気がした。そして確かこの辺からいじめられた気がする。まあ男しかいないし親もいないからいじめなんて普通にあった。しかも狭い世界だといじめって循環するんだ。次はこいつ、次はこいつ。って感じで次は俺の順番だった。せめて地元の子に近づこう、外と繋がっていようと思って買った靴もどっか行った。ナイキ、高かったのにな。石って当たると痛いって知った。限界が来て何人か引きずり回したが、向こうは手を出さなかった。今思えばリーダー役の東京出身のやつが指示してたのかも。しばらくしてそいつもボッコボコにしたが、まあ何ヶ月かでみんなと自然に仲直りして普通に暮らしたが、Dだけはお互いのプライドが邪魔して話せなかったんだ。そうして冬が過ぎ、ついにあの時期が来た。そう、俺が出家したように今年も出家してくるやつが来たんだ。つまり俺先輩。その頃ちょうど俺は中二病にかかり始める。先輩になった俺はなんか夢みたいだった。同期も同じこと言ってた。今まで先輩に可愛がられすぎて自分がその立場になるなんて。すまん、正直興奮した。かつての中3寮が新しい中1寮になるんだが、廊下の窓からずっと中1寮を眺めてた。そして中1入室。あのお客様期間が始まる。くく。こうやって悪い習慣が受け継がれていくのね。人の心の闇だな。なんかもう伝統扱いだし今のゆとりよりはいい、と思う。中学高校の部活でも3年生は神扱いだったな。そんなもんだよな、やっぱり3年って。まるで1年前の俺たちみたいだった。中庭でサッカーしだすし挨拶はしないし、すれ違いざま当たっても、あ、さあせん、っていうし無茶苦茶だった。俺が1個上の先輩にやったら3時間は倉庫で複数に可愛がられるレベル。風呂では先輩を差し置いて泳いで風呂受け投げてた。3日後が楽しみだ、とか思いながら見てた。中3の先輩にも、容赦すんな、本気でやれよ。甘やかすとお前らが怒られるし、グダグダになるぞ。って言われた。だからあの時あんなに厳しかったのか。先輩、なんてことは思わずうるせえ激しめこのニキビ野郎とか思ってた。お客様期間終了。講義室に呼び出された中一は何も知らずヘラヘラ座る。俺らの時は先輩いっぱい来たが俺らはそんなことはせず。リーダー、合格番号1番のやつと愉快な仲間たち数人で講義室に向かう。残念ながら俺は抽選に外れてしまった。ガチムチは出陣した。直後お前ら何座ってんだよって怒号が聞こえた。1時間後泣きながら寮に入った中1。講義室の机が何個か凹んでた。多分ガチムチ。うん、絶対ガチムチ。昔に比べたら徐々に緩くなってるらしい。
俺もめんどくさがりだから詰めるとこ以外ほとんど怒ってない。殴ったのも素手でしかやってない。その後の中1は別人だった。上で言われてたがまさに軍隊のようだった。先輩絶対の姿はなんかすごかった。あんな中1はもう二度と普通の社会で見ることはないだろう。って先輩も思ってたのかな。死ねハゲって思いながら飯食って風呂行った。そしたら中3のリーダーが中1全員を可愛がり始めたのですぐ風呂から出た。流れ玉ほど理不尽なものはない。一致もお客様帰還の時はヘラヘラしてたん。先輩の顔面にドッジボール当てて爆笑してた。あと中3寮の前の階段で寝転んでた。3日後大変だったな。他に一体何で殴るっつうんすか？過去にベッドのパイプで殴られた人が、あと雑誌の後ろによく載ってる鉄アレイとか。そして俺担当の中1が決まる。合格番号が同じ後輩を責任持って育てる仕組みなんだ。つまり1年間そいつがミスすると先輩は俺だけ怒るんだ。そしたらしっかり育てるだろ？俺は8番だったので中1の8番が来た。まあぬくぬくと育った顔してた。でもそいつ結構できるやつだったからあんまり可愛がってない。それに後輩殴るの嫌いなんだ、俺。って言いながら、うわ、俺めっちゃいい先輩じゃん。とか本あげたりして後輩たちに大人気とか想像してた。何これ書いてて恥ずかしいんだけど。イッチがいた間病院送りとか、シャとかは出なかったのか？じ、がいてもおかしくなさそうだが。じ、シャは出てない、はず。さすがにそこまではわかんなかった。首吊り未遂なら中1の時動機が一人やらかした。先輩にクッソ諭されて殴られてたが、シャは昔に中学生養全症で一人いたとかいなかったとか。全部闇の中で大人は言おうとしなかったけど実際どうなんだろ。坊さんって幽霊とか見えんの？俺は見えんが見える奴はいた。まあ最低限のことだけ教えてあとはほったらかしてた。だから先輩に怒られたけどあんま気にしてなかった。俺は殴られていたかったし8番も一般家庭出身だから色々思うとこがあったんだ。で、将来8番は優しくいい坊さんになれる番号、とかになったら嬉しいし。これはほんと。で、去年とほぼ同じ春が来た。違うのは帰り道歩いて帰れた。これは素晴らしいことだと実感した。と同時にクッソ死ねハゲとか思ってた。そして同期に彼女ができ始める。なんか地元の同級生はパッとしないんだ。顔が甘えてるというかなよっとしてるというか。まあ普通の中二の顔だったんだが俺たちはみんな違った。と思う。ナルシストとか抜きにして俺ら目つきが鋭いんだ。ガチムチなんか先輩に可愛がられすぎて極道の顔してた。成長期だからか筋肉もレベルアップし始めてほんと怖かった。そんなことだからか、坊主集団が可愛い彼女作っていった。天然ちゃんはなぜかフリーだった。後でわかったんだがガチムチがマークしてたらしい。結局奴は天然より幼い子に言ったが、ふぅ、まだまだ甘いな。ちなみに俺はフリーだった。というか天然が好きだったんだよ。告白もされたがデブスに用はなかった。しかし告白はしないままずるずる友達関係のままだった。例の喧嘩をしたティも彼女作った。相変わらず口は聞いてないが、正直彼女可愛くなかった。走って帰る中1を横目にカップルは下校してた。中3もそのことに関してはあんまり突っ込んでこなかった。というか中3は別の道で帰ったり、地元の友人宅へ遊びに行ってた。バレたら衣っていう白衣の上に着る灰色の着物没収されるんだが、中3にもなると言い訳がうまいのかバレてなかった。そうして二度目の夏休みが来た。昨年と同じように海に行ったんだがなぜかこの時の記憶があんまりない。曇りで雷がものすごい光ってたのは覚えてる。あ、あとマック、マクドでビッグマックひっくり返した。あと、子も漏らしたわ。そんぐらいかな。で帰ってきて去年と同じ行動。長い正座に耐えて夏休みが明けたんだ。ちなみにもうすぐ脱走事件が起こります。暗い話になるがもうちょっと待っててね。なんだかんだ言っても楽しそうじゃん。ダウンタウン浜田が言ってた高校の方がきついぞ。楽しい時は修学旅行状態だから楽しいんだ。また始業式。意味不明なことをだらったら言う校長が話し終わって勉強して帰った。相変わらずカップルは一緒に帰っててなんかイライラしたから、11をせかして全力疾走させた。秋。何もない。しこって暮らした。冬。またいじめが始まった。ところで面会に来てた母の話省略したけど聞きたい人いる？なければ進めるが。かけるならぜひ。それは大事だろう。ぜひ聞きたい。すまん、では書きます。話は中1の頃に戻るが、入って3ヶ月ぐらいしたら親族と面会できるんだ。もう他人だから敬語だけど最初会えた時はあの母でも嬉しかった。中1の頃って母と離れると、反抗期だろうがなんだろうが寂しいんだ。だから、ちょっと涙出そうだったがこらえた。
成長した像的なアピールのつもりだった。きっと動機も嬉しかったはず。ガチムチじない放送で面会呼び出しされると、何来てんだよー、とか言ってはにかみながら吠えてたもん。でもそれも最初だけだった。だいたい最初の1ヶ月ぐらいがホームシック期間でそっからじわじわ直していくんだけど、俺は途中で気づいたんだ。捨てられたって。母がなんと言い訳しようが俺は今でもそう思う。考えてみてくれ、成長期の男一人分の費用が浮くんだ。高校とか大学とか全部な。で寺でいい顔できるじゃん。ちなみに4歳年上の姉がいるんだが彼女は広島市内の大学行った。もちろん一人暮らしで。俺が出家したら携帯買ったらしい。姉との連絡手段とか言ってたが中1の俺の耳には入ってなかった。それにこっちは毎日可愛がられてんのになんニコニコして会いに来てんだよ、とか。会いたかったとか言うんだったらなんで俺はここにいるんだ、とか。ぐるぐる頭が回って。例えば飯の時に呼び出されると大変だった。時間を過ぎて食堂にいたら怒られるし、帰ってこれても冷たい飯しかなかった。電子レンジは高校生からって暗黙の了解があったし、でも残せないし腹減ってるしで冷えた米食った。母親はん、死にして鑑別から出てきたところとか言わないよな。まあ、後で書くよ。同期の中にはこっそり金もらってるやつもいた。大体が寺出身の奴らで親も狩猟時代があって内部事情をよく知ってるからか諭吉が懐に入っていった。俺みたいに一般家庭出身はルールを忠実に守り何もなかった。それが正しいことなんだが、そんな風には思えなかった。なんであいつは、なんで俺が、って思い、正直者がバカを見るってことに気づいた。汚いけど、おかしいけど、これが現実って認めた。ちなみに父さんは無宗教なので寺に来れなかった。カバンに入れた名刺を手に取って、また戻した。俺も認めたくないけど、それでも寺の出の者は寺の中でうまくやる方法を知っていて実践するんだな。理想などなく商売として我が子を医大に行かせる医者のようだ。それにでかい寺の親は力があるからな。悪い意味で。父さんには一度だけ手紙を書いた。内容は、元気にしてますって書いた。公衆電話で電話かけようかなとか考えたが金がなかった。ちなみに誰にも言ってないが実はもう一枚書いてたんだ。内容は、辛い。帰りたい。とか書いたんだが、これ送ったら父さん心配するなぁ。とか思って、送らず部屋の棚にこっそり隠した。この手紙が脱走事件の原動力になります。追いついた。一致の母親って信者なんだろ？子供出家させたらさせたでお布施払い続けなきゃならないんじゃないの？多分そんなことはない。今までと同じくお布施は気持ち。これ、宗教の怖いとこな。信者じゃないと寺に来れないの？本山には入れなかったはず。それなりに興味があって入信確定ならいいが原則ダメなはず。違うのかな？脱走事件ってお前が脱走するんかい？そう。俺、面白い流れになってきただろ？いじめの話に戻ろう。と、その前に中1時点で書き忘れた大事なことが。正月休暇ってのがあってその日は静岡の市内かスキー場に行って遊ぶことができるんだ。俺は市内選択だった。とにかく外に出たかったんだ。静岡市内は都会だった。でっかい建物見上げたりドンキとか行ったりした。もうすべてが新鮮で楽しかったんだ。横断歩道を渡ってコンビニ行くのでさえ興奮した。で、俺そこでエレキギター買ったんだ。こいつも脱走の原動力になる。しかしエレキギター買ったら金がほとんどなくなった。昼前に買ったから夕方までクソ暇だった。ですることもないし動機を意味もなく連れ回してた。当時の俺は最低の自己中だったと思う。今思えばそれがいじめの原因だったのかも。ああ、またか。って思った。で、また靴がなくなった。しかとも経験した。しかし今の俺にはエレキギターがある。持って帰る荷物の容量的にアンプは買えなかったが、それでも楽しかった。嬉しかった。小学校の時バンドを組んでたんだがその時ライブで弾いたフローの5を弾いた。誰も聞いてくれなかったし何よりアンプもエフェクターもないからつまんないものだったが、それでもよかった。いじめなんて気にならなかった。それが例の東京くんをイライラさせたんだろうか、奴らは最後の手段を取ってきた。最後の手段、まさか、まさかな。ある夜のことだった。同部屋の奴も布団に入ったし俺もそろそろ寝ようとしてた。布団準備して、ギター磨いてしまって、電気のスイッチをそうとした。その時だったんだ。ドアの下から一枚の紙が差し込まれた。ついで走り去る音。紙には簡単に、寝って書いてあった。それもいろんな色で、何回も書かれてた。複数で書いたのだろうか、字体がバラバラだった。見慣れた字体もあった。なんていうのかな、あの感覚は。背筋が寒くなって吐き気がしてきて。でも涙は出ないんだ。限界だった。
5分ぐらい紙を見ながら思考が止まった。顔を上げるとギターがあった。昔母に言ったあの言葉が頭ん中で響いた。逃げよう。決意は揺らがなかった。まずカバンに下着、上着、学校で使う地図帳、そしてこの紙を入れた。決意の証に。冬の夜は寒いからジャージとスウェットを何枚も重ね着した。ごく稀に買い物に行ける時にこっそり貯め続けてきた金をポケットに入れる。総額6000円。食料として供養物のチロルチョコ3個をカバンの奥に入れた。その時、送ることのない手紙を思い出した。それを引っ張り出して中を読む。改めて決意した。父さん、もうすぐ帰るよ。丁寧にカバンにしまった。同部屋の奴は俺がごそごそしてたから起きてたはず。でも、何にも言わなかった。いい意味で、エナメルバッグも出してきてタンスの服全部入れた。靴はなかったので下駄箱にあったプーマを借りた。これぐらいは許されてもいいはずだ。まず敷地内から出ることが大変だった。すべての門には警備員がいる。寮の周りは有刺鉄線が張られているので脱出不可能。というのは表向きの話。偉大な先人たちが脱走のために線の下に掘った穴を俺たちは知っていた。ここは大人も知らない、伝統の抜け道なんだ。外に出てとりあえず南向きに走る。通学路以外知らないからどこにいるのかもわからなかった。走って逃げた。だいぶ離れたところで立ち止まる。この時多分深夜12時ぐらい。そして、空を見上げたんだ。綺麗だった。俺は目が悪く星なんてぼやけてたが、綺麗だった。あんなに自由な空は今までも、そしてこれからも絶対に見ることはない。寒くて息は白くなって足は痛いけど、俺ちょっと笑ってた。そしてまた走り出す。11の頃の可愛がりと下校ダッシュで鍛えた体で、スニーカーだったからか足の裏が痛かったがとにかく走った。多分2時間ぐらい走ったんだが、さすがに疲れてきた。寝るとこ探そう。そう思って歩いていると歯医者が積まれてる場所があった。人気もないしここならバレない。我ながら妙案だった。しかし車内にいるとバレそう、っていうか怒られそう。なぜかそう考えた俺は車体の下に潜った。疲れて眠すぎた俺はすぐ寝た。朝、薄暗い中這いずり出てきた俺はとりあえず陰で着替えた。でチョコを食べる。残り2個。これが朝ごはん。そしたらうっこしたくなった。さてどうしようか、悩んだ俺は助手席にしといた。用も済ませ歩き出す。どこかはわからんが大通りを黙って歩いた。時々地図帳を広げるが全くわからん。そりゃそうだ、教科書の地図帳なんて範囲広すぎて役に立たなかった。とりあえず南に向かうことにした。いつかは海に出るはず。そしたらなんとかなる気がした。悲しいことに俺が寝た場所は駅のすぐ近くだったらしいが、俺は全然気がつかなかった。っていうか南にも進んでなく若干南東にそれ始めてた。どんどんそれて気がついたら山ん中の道をひたすら歩いてた。一応車が通るのでどっかに繋がってるはずだと思いただただ歩いた。山を越えると小さい町があってそこを過ぎて、トンネルを抜けて川沿いを歩いて、大きい川にまでたどり着けた。遠くに海が見え、ちょっと嬉しかった。が。ごくり。急に横に車が止まったんだ。開いたドアから出てきたのは、家庭教師の先生だった。イメージは、そうだな、女でマツコデラックスに似てる先生な。やっと見つけたって言われて何があったかは聞かないけどとりあえず車に乗りなさい。マツコが降りて俺の腕を掴んだ。なんというオカルト。これは帰ったら可愛がり祭りか。ものすごい握力で掴まれた。と、ここで思い出す。ゲームもテレビも漫画もなかったあの寺で本だけが唯一の情報源だった。そこで読んだ本、護身術。どうも掴まれた腕を相手の指先の方に向けてえぐるように力を入れると簡単に抜けられるらしい。抜けれた。マツコも意外だったそうで出遅れた。持ってたエナメルバッグを捨てて走った。車で来れないよう川沿いから路地裏に降りて逃げまくった。なんで見つかったし。初めての脱走者でもないだろうし、いくつか定番ルートがあるんじゃね。街のおばちゃんとかが情報網になってるとかじゃね。何それ怖い。田舎の情報網は侮れない。それに坊主でジャージ姿の一致はきっと目立っていただろう。どうやらマツコは巻いたようだ。しかし着替えを大幅に失ってしまった。おまけに無駄な体力を使ってしまって腹が減った。チョコはカバンに入れといて正解だった。食べた。残り2個。それから警戒して路地裏を歩いた。気がついたら夕方になっていた。とぼとぼ歩いて寂れた商店街に着いた。地図を広げても全然わかんない。とりあえず近くのペンキ屋に聞いてみた。静岡駅を聞いたんだがものすごい遠いらしい。変な目で見られるので近くの駅だけ聞いた。そしたらなんと。マツコがいたんだ。駅に入るときは気がつかなかった。どうやらトイレに潜んでいたみたいで気がついたら後ろに立ってた。
今みんな後ろにマツコが急に現れたと想像してくれ。あら、レンちゃんこんにちは。そういうマツコ、もう怖くて無言で走って逃げた。なぜかマツコは追ってこなくて楽に逃げれた。そこから30分ぐらい逃げただろうか。空腹と見知らぬ土地でさまようのは本当に怖かった。とりあえず今日の寝床を探し始めた。なかなか見つからず歩きながらふと思った。なぜマツコは追ってこない？俺が逃げる際のあの勝ち誇った顔は何だったんだ？その答えはすぐに出た。すれ違う黒のワゴン車。俺は見たんだ。ワゴンの窓越しに H がこっちを見てた。見間違いかと思った。黒のワゴンは通り過ぎて角を曲がった。しかしあのトランスポーター顔は絶対に H だ。とりあえず道を変えて路地裏に入った。もう走る体力も気力もなかった。しかし H は俺を逃がしてなかった。俺はまんまと罠にかかった。影から H が飛び出してきた。完全に笛を突かれて動けなかった。マツコは所詮女だった。トランスポーターの力にはかなわなかった。引きずり回されて車に乗せられかけた。俺の抵抗は全然効いてなかった。諦めかけた時、パトカーの音が聞こえた。どうやら引きずり回されてるのを見た近所の人が通報したらしい。パトカー3台に囲まれた時 H は手を離した。余談だが通報内容は、中学生がヤクザに殴られてる。だって、これは笑った。パトカーに乗せられ優しい顔したおっちゃんが話を聞いてくれた。しかし経験上初対面笑顔の人は信用してないので話すことはなかった。かろうじて言えたのは寺で先輩がきつかっただけだった。まあ結局何もなく警察は帰り俺は黒ワゴンに乗った。寺の連携プレイが怖すぎる。宗教のこういうところがあまり好きじゃないんだよな。さすがに人様から預かってる子供いなくなったら連携もするだろ。H は何も聞いてこなかった。俺もずっと窓の外見てた。なんか悔しくて悔しくて富士山見ながら静かに泣いた。こうして俺の脱走事件は終わる。が、ここからさらにきつくなるんだ。寺について俺は隔離された。皮肉にもそれは最初に縁を組んだあの部屋だった。そして母と姉が来た。びっくりしたが、話を聞くとどうやら俺は一時帰宅するらしい。これはチャンスか。家に帰ればなんとかなる、そう思ってた。でな、帰る前に部屋に同期が来たんだ。みんななんか言ってたけどいじめに加担した奴は要するに帰れって言ってた。それで犯人は大体わかった。親は先に帰って俺は一人で帰ることになった。一人で新幹線に乗って帰った。乗り換えもちゃんとできた。そうして地元の駅に着いた。そこに母が待ってた。そんな集団いじめや人を人とも思わないことをする腐り切った団体が救済や人生や浄土について語るなんて、吐き気がするな。仏様も泣いてるだろ。前職場にいた先輩もお寺さんの学校出たって言ってたけど、やっぱりすごかったらしい。一致とは違うかもやけど、多くは語らなかったけど僧侶になるまでは人扱いされなかったて。話しちまったらすまん。俺の時代はかなり楽な方だと聞いた。母の車に乗り家に帰る。懐かしい風景を見ると夢かと思った。家に着くと姉がいた。不思議と母にも怒られなかった。変な感じのする家だった。とりあえずすぐ寝たが俺のベッドは俺のベッドで安心した。これは母が発狂する3日前の話。一致と同い年だけど、こんな悲惨な生活耐えられんわ。マジでお前よく頑張ったな。先輩とかにいじめられてたのが軽く見えてくるわ。現在の一致が気になる。することのない俺は散歩しまくった。歩きながら少しずつ記憶を思い出していった。地元の中学にも行ったが同級生の姿を見た瞬間隠れた。なんかあっちゃいけない気がしたんだ。そしてついに本題に入る。俺が寺に帰るかここに残るかだった。俺は同じ鉄を踏まないように注意をしながら話したつもりだった。けど母は違った。つまり母は完全に俺を寺に返すつもりだった。俺が何を言っても聞かない。話し合おうともしない。姉はずっと黙っていて何もしない。ついに母が切れた。急に立ち上がり台所に向かう。手には包丁を持っていた。それを俺に向けて。帰らないのらあんたを、して私も、ぬ。もうこの人はダメだと思った。親に包丁で刺されかけた人ならわかると思うが実際あんまり怖くないんだ。ただ絶望する。よく母ちゃんの愛とか聞くけど当てはまんない人もいる。少なくとも俺には伝わんなかった。冷静に避けて手を掴んだ。もう何も言えず、俺は黙ってた。しばらくして母が包丁を床に突き立てる。姉は大学に行って好きなことをしていただろうに、なんで一致ばかりこんな目に遭わなきゃならんのだ。お母さん、やばいな。宗教で何を学んでるんだろう。決めろ。母が怒鳴る。姉は泣いていた。脱走する前に感じたあの寒気が体を包んで何も考えれなかった。俺は無言で家を飛び出した。
今度は服もチョコも手紙も何にもなかった。靴も履かず上着も着ず T シャツで冬の夜中に家でした。空はあんまり綺麗じゃなかった。二度目の脱走は辛かった。なんで俺が家にいたらいけないの？なんで俺裸足で歩いてんの？寒い。寒かった。足は勝手に父さんの家に向かう。こんな形で会いたくなかった。そんなことを考えていたからだろうか、父さんの家についても呼び鈴は鳴らせなかった。ただずっと玄関前に立ってた。結局父さんには会わず裏山に入っていった。真っ暗で何も見えないが怖くはなかった。ちなみにこの山、昔親友と走り回った山なんだ。で山奥に入っていってある場所に着いた。昔の秘密基地だった場所に。そこは小さな屋根があるような休憩場。よく山の中で地蔵が置いてある小屋みたいなとこな。そこでも俺は床に上がらず床下に入り込んだ。やっぱり見つかったらいけない気がしたんだ。三角座りでじっと夜明けを待った。猫肩抜きか知らないが頭上の床を引っかいてた。仮にあれが幽霊でも勝てたと思う。むしろ仲良くなれると思う。指の感覚はなくなって眠気が襲ってきた。でも寝てもすぐ目が覚めてじっとしてた。まだ引っかく音がする。何度も繰り返して、やっと空が明るくなった。体内時計でだいたい10時ぐらいにそこから這いずり出た。引っかき傷が半端なかった。で山を出て家に帰る。どこにも行くとこがないし。寒くて、2層だった。家に帰ると母は仕事でいない。すぐ風呂に入った。指は一日中冷たかった気がした。もう心の中で結果は分かってた。俺寺に帰んないとダメだ。ブッダが説いた仏教はどこにあるのか。苦しみが増えるばっかりじゃないか。日本の仏教と仏陀の教えは本当に別物。戒律がないのが最大の違いかな。そして帰ることになった。また新幹線に乗った。母はまたニコニコしてた。帰って久しぶりに寮に入った。俺のギターは壊れてた。同期に久しぶりに会ったら意外と普通だった。どうやら先輩が一枚噛んでるらしかった。いじめは終わった。俺は中3になる。寮の神になった。みんな安心してくれ。汚い話はもうラストまでない。中3ってほんと楽しい。もうドッジボールしても怒られない。風呂もゆっくり入れた。春が来て始業式。校長が出てきて、終わって授業。いろんな道を歩いて帰った。Tとはまだ喧嘩してた。そんなある日のこと、同期に聞かれた。Tと仲直りしたい？できればなーって答えた。特に何も考えなかった。そして夏、俺らは海に行く。これは人生で3本の指に入る思い出になった。過去障子をぶち抜いたせいで旅館は別のになってた。何部屋かに分かれたんだが、俺、Tと同じ部屋だった。なんか気まずかった。話しかけたいけど、1年以上話してないと難しいもんだな。でな、飯の時間になってみんな食堂に行くんだ。なぜか他のやつはすぐ出てって。部屋には Tと俺だけ。Tは窓際でシャボン玉飛ばしてた。きっと仲直りの言葉を待ってたんだろうと思う。ぐっと手を握って、言ったんだ。Tー、飯食いに行こう。行きますか。俺の中の小さいプライドが大きい友情に戻った瞬間だった。青春ですなぁ。それから一緒に飯食った。いつもの飯より3000倍うまかった。Tがエビフライをくれた時なんて嬉しすぎて返した。だって食べてほしいじゃん。その夜はカラオケに誘われた。Tはオシャレだからリップスライムとか歌ってた。俺はアブリル歌った。夜は今までの分を埋めるぐらい話したと思う。寺も捨てたもんじゃねえなって思ったそんな夏。Tと仲直りした俺は無敵だった。お互い笑いのツボがぴったりなんだ。ほんと最高の同期だ。相変わらず彼女可愛くないが。そして、ついに、俺に彼女ができる。解散。急に冷めんな。冷たいな。リア充かよ。解散。お前ら言ったはずだ。まだ汚い話があるから安心してくれ。俺は地元の女子に相談した。天然が可愛すぎて股間が痛い。どうにかならないだろうか。女子は言った。告白しろ。無理です。しかししないと何も始まらないので、とりあえず一緒に帰ることにした。帰りながら思った。これ告白して振られたらもう話せないじゃん。でもOK出たら俺彼女持ち？どうする俺？その頃天然は雑草抜きながら歩いてた。そしてとうとう天然の家に着く。じゃあ帰るねーって言われた時、あのさ、俺、全然かっこよくないしバカだけど、俺でよかったら付き合ってください。噛んだ。畜生。なんだこの甘酸っぱい感じは。青春してるじゃないか。天然が思ったより天然でなんか濃い、近くで見てたいわ。しまった。やってしまった。なぜこのタイミングで噛んだ。クソクソこのハゲ。癖でなぜか90度会釈してた俺はずっと後悔してた。これは振られる。
もう走って帰ろうかと思った。うちでよかったら。顔を上げた俺が見たのは顔を赤くした天然だった。やっぱり寝るわ。破壊そうめ、くたばれ。早くしろ。大丈夫、小僧話はもうすぐ終わる。嬉しくて嬉しくて走って帰った。叫びながら走ってこけたけど痛くなかった。その後帰りはずっと一緒だった。手を握ってるだけで股間が痛い。なんかみんな怒りそうだからファーストキスの話は省略する。スレミンたちは人の不幸や苦労話は大好物だが、リア充にはかなり厳しいようだ。夏は終わり秋になる。やっぱり何にもなかった。でも彼女はいたんだ。冬に入るぐらい、人生の分岐点が来る。ある日 H に呼び出される。お前正直に言えな。僧侶続けたいか？急に汗が吹き出てきた。俺は10秒ぐらい黙ってた。そして決めた。いいえ。お待ちかね、汚い話だ。そうだと思った。H は静かに言った。俺もその頃、消えたはずの気持ちがくすぶっていた。何より自分で自分の人生を決めたかった。もう誰の言いなりにもなりたくなかった。じゃあ自分の言葉で自分の親に言いなさい。電話を貸してくれた。母とのバトルが始まった。まずは俺の意見を言った。僧侶を辞めたいこと。自分の人生は自分で決めたいこと。俺はあなたのおもちゃでも体裁取りの道具でもないこと。母はすでに発狂してた。電話の向こうで帰ってきたら、須田とか聞こえた気がした。本当に話にならなかった。見かねた H が電話を代わる。俺はもう部屋に戻りなさい、と言われた。あのどうしようもない感覚に襲われ、とりあえず廊下の掲示板殴っといた。以後俺が電話することはなかった。H にも何も言われなかった。その後 H が電話で母をなだめて説得してくれたそうだ。そう、帰れることになったのだ。正直なところ、嬉しさ8割寂しさ2割だった。せっかくTと仲直りできて彼女もできた。これからだったことがたくさんある。いろいろ考えたが、結局、決めた。帰ろう。まず原則願いを書いた。筆で書くんだが動機に何してんのと聞かれて返答に困った。とりあえず提出までは黙っといた。そして真のチート状態となる。寺の規則が全て解除された。簡単に言うと、何時起床でも不問。いつ飯食っても不問。ずっと部屋にいても不問。って感じ。それでも動機はいつもの動機だった。もういじめはない。天然のこと書いても叩かない？叩かれても書けよ。書く。ある日の夜中にこっそり、というか大胆に寺を抜け出した。目的地は天然の家。あらかじめ連絡をしていた俺は窓に近づいて2回叩いた。彼女が顔を出す。そして言った。俺、広島帰るから、だから。別れよう、とは言えなかった。天然は無言で窓から出てきて。歩こう。という。深夜に二人は散歩に出かけた。左手が温かい。無言で歩いて歩いて、公園に着いた。ベンチに座り彼女がつぶやく。もっと早く行ってほしかった。ごめん。何言っていいかわかんないから黙ってた。まだ手は繋いでる。でも俺くんが決めたことだから、しょうがないね。でも俺くんが決めたことだから、しょうがないね。天然は笑って言ってくれた。申し訳なさと不甲斐なさで心がいっぱいで、ごめん、しか言えなかった。それからゆっくり歩いて家に向かった。最後の散歩ももうすぐ終わる。別れ際に、帰っても連絡して、と住所が書いてある紙をくれた。ポッケに入れたその紙は、いつかの名刺みたいだった。一人で帰りながらなんとなくこれからの人生考えてみた。ぼやけた未来像だったけど、自分の足で進んでる気がしてた。走りに走った通学路はどっか寂しかった。本当にまずい話は端折って書きましたが彼女の話はここまでです。チート期間は1週間ぐらいだったと思う。そのラスト2日前、寮の中庭で同期全員で写真を撮った。高卒の坊さんも入って総勢18人。笑って写真を撮った。くっそこの写真なんでねえんだよ。ついに来た。ついに来てしまったこの日が、長い3年間に収縮を打つ日だ。荷物はすでに実家へ発送済みで俺は手ぶらで母との集合場所に行った。そこは受付みたいなとこで、つまり最後の門なんだ。時間は昼過ぎで、顔の、だ母が立ってた。俺は H に連れられその場所に行ったんだが、母の顔を見てあーこの人ダメだ。って実感した。3年ぶりに息子と生活する親の顔じゃなかったな、あれは。H が母となんか話してる間、俺は同期のこと考えてた。その時間同期はちょうど仕事があって来れなかったから、昨日の写真撮る時のこと思い出してた。思い出してたんだよ。そしたらさ、来てくれたんだ、同期が。仕事中で来れないはずだし何より原則者に会って言い訳ないんだが、どういうわけかみんな来た。一
一人一人が一言ずつ思い出を話してくれた。 D に言われた時はあと少しで泣くとこだった。あのビルでみんなに言われた言葉なんて忘れてしまった。 H の計らいか、それとも同期の行動か、多分どっちもだと思う。 H やっぱりいい人なんだな。そして青いコップをもらった。プーさんの安いプラスチックのコップ、そこにはぐるりと文字が書いてあった。負けんなよとか、絶対幸せになれよ、大統領になれとか書いてあった。これは実物があるから後で写真アップする。いい奴らじゃないか。途中でやめていくにでも案外優しいんだね。この手の宗教だと袋叩きに遭うとか嫌がらせされるのかと思ってたが。てか H がなんて言って母をなだめたのかが気になる。そうして門を出た俺は母について歩く。振り返りはしなかった。嘘ごめん何回も振り返った。同期の姿が見えなくなるまで振り返った。商店街を抜けてバス停に着く。タクシーで来たあの時と同じ場所にバスは止まってた。母はといえば、見なくてもどんな顔してるかわかった。ゆっくりと離れてく寺を見つめてると思い出も遠くに行きそうだったから、前だけを向いていた。青いコップを握って。映画化決定。久々の寝不足すれ。これで坊さん話は終わりです。みんなほんとありがとう。欲してくれた人もありがとう。あくまで個人の体験談として心の隅っこに置いといてください。帰った家が修羅場になったのはまた別の話である。修羅場っていうか今も現在進行形で修羅場だ。帰ってきた当初は何度も殴り合った。母は骨も折った。警察も来た。そんな感じだ。ちなみにもう3年間口を聞いてない。姉は大学4年生で家にいないから俺ん家で会話は一切ないよ。友人も俺の家は空気が怖いって言ってたな。俺は何の縁かとそうややってる。あと笑うなよ、中卒だ。さあ、どんどん質問してくれ。彼女とはどうなったの？結局連絡は途切れた。自分だけぬくぬくの姉に、今湧くわ。家は出る気ないの？できれば公認取って大学行きたい。笑うなよ。父ちゃんとは会ってるの？父さんとはめっちゃ仲良い。後で知ったがなんとか俺を取り戻そうと動いてたのは父さんとばあちゃんだった。一旦家に戻った時に姉が泣いてたのはなんでだと思う？ただ単に母が発狂して怖かったからだと思う。進学したの？高校中退？なかなかの高校行ったが1年で中退だ。友人は地元同級生？もちろん広島の友人だ。みんなでバカやってる。このスレ読んだおかげで迫り来る出来事が小さく感じた。ありがとう。いっちも頑張ってな。誰も中卒を笑わないよ。そんな過酷な環境から脱して真面目に働いてて立派だよ。父方がまともなのが救いだね。笑わないよ。好きなことやれよ。坊さん同期だった友達らとはもう連絡取ってないの？父さんと暮らしたらいいって思うけどいろいろあるのかな。いつもはヤジを飛ばしたり突っかかってばかりのスレミンだが、今回の一致にはみんな優しいようだ。コップ。こちらのリンクはすでに切れており、写真を確認することはできなかった。しかし当時のスレミンたちは、思い出の詰まった写真を見て感動したようだ。できれば父さん家に行きたいが、再婚してて2世帯住宅だからいろいろ考えるとこがあって、再婚相手とは仲良いよ。俺の近況ってもあんま面白くないよ。あと宗教は大嫌いだ。泣いた。父ちゃん再婚できてよかったな。一おつおつ。いろいろあったんだろうけど友達っていいな。この後、一致はお寺に潜入して数年苦楽を共にした同期と一晩尽きない会話を楽しみ、お寺を後にしたそうだ。今は実家暮らしだよな。お母さん飯作ってくれるの？弁当が多いかな。たまに作ってくれる。というか母は夜はほぼ毎日寺に行くので飯は作り置き。坊さんって年収いくらぐらい？アラサーでもなれる？そういうのは宗派で違うからわからんが、俺が言ってたとこは40ぐらいの白衣小僧いたよ。お寺では、特に年齢制限は設けていないそうだが、家族の了承を得る必要はあるそうだ。姉とはどうなってるのか？姉は今大学4年生。院に行くとか言ってた気がする。彼氏は知らん。寺時代の友人とは今でも交流ある？ない。多分もう二度と会うことない。そう考えたら寂しい。途中に書いてたお金の復讐について詳しく。それが例の骨折事件。あとは悟ってくれ、頼む。坊さんになってなかったらどんな人生歩んでたんだろうね。どうなんだろう。意外とビップやってるかも。そろそろお開きにしようか。夜も明けてきた。お前らみんなありがとう。またなんか進展があったらすれ立てるからそん時はよろしくお願いします。一致おつだ。書き方もうまいしいい話だったんで引き込まれた。ありがとう。こうしてすれは平和に幕を閉じた。
イッチは現在29歳くらいになっているはずだが、一体何をしているのか。幸せになっていてほしいと願わずにはいられない。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想があれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。